皆さんこんばんは。メタルバー、イービルへようこそ。今回の動画はいつもとは違った形の動画を作ってみました。テロップや画像などを最小限にし、バンドのライブ映像を背景にお酒を飲みながらお題やテーマに沿って話していくといった気軽な動画になっております。もし好評であれば定期的にこういった動画を作りたいと思いますので、皆さんもお酒を飲みながら気軽に見ていただけると嬉しいです。私自身もお酒を飲みながら動画を作っていますので、いつもの動画に比べて私情を挟むことがあります。なのでそこはご了承ください。それでは本題へ行きましょう。メタリカの新譜72シーズンズが4月14日にリリースということで、初期メタリカを崇拝している私にとっては期待と不安でいっぱいなのですが、約6年5ヶ月ぶりということで、やはり楽しみではありますよね。全12曲の77分超えで、グレッグ・フィルデマンとジェイムズ・ヘッドフィールドとラーズ・ウルリッヒによる共同プロデュースで制作されらしいです。グレッグ・フィルデマンとはスレイヤーのアルバムワールド・ペインティド・ブラッドやスリップノットのザ・グレイ・チャプター We Are Not Your Kind、 そしてメタリカのハードワイヤード・トゥ・セルフ・ディストラクトをプロデュースしています。タイトルの72シーズンズの意味なのですが、ジェイムズ曰く72の季節というのは人の人生の最初の18年間、つまり本当の自分や偽りの自分を形作っていく年月のことを指している。自分はこういう人間なのだという親から教え込まれた概念、自分がどういった性格の持ち主なのかといろいろ語っているのですが、ちょっと何を言っているのか理解しがたいので省略させていただきますが、要するに人生をテーマにしているのだと思われます。早速先行で公開されたルクスエテルナ、スクリーミングスーサイド、イフダークネスハドアーさん、72シーズンズの感想を率直に述べていきたいと思います。まずはルクエステルナから。正統派メタルといった王道なメタルサウンドといった印象で、ラーズのドラムも結構迫力があって良さげなのと、やはりカーク・ハメットのギターは疾走感がありかっこいいんですよね。歌詞にはフルスピードで行け、全力で突っ走らなければ意味がない、お前の人生を蝕む悪魔どもを追い払えとあることから、やはり人生がテーマなのは間違いないでしょう。エネルギッシュあふれる楽曲で、カーク・ハメットのギターリフと、ジェームズの叫び声がインパクトあって、個人的にはグッドな曲だと思います。続いて、If Darkness Had a Son。中毒性ある独特なギターリフが病みつきでもあり、終始、そのリフが中心として曲は展開されていくのですが、3分47秒からのカーク・ハメットのギターサウンドが見せどころであり、トゥルヒーヨのベースのコンビネーションも相まってめちゃくちゃかっこよく、ラーズのドラミングもいい仕事をしています。続いてスクリーミングスーサイド。この曲は個人的に大好きな曲で、タイトルにスーサイド、いわゆる自殺とあることからネガティブな印象を捉えるかもしれませんが、全くそんなことはなく、ジェイムズ曰くメンタルヘルスや人々が抱える暗い感情について語り合うことがタブー視されていることについて疑問を感じていると語っていて、良いテーマだなと思いました。やっぱりこういった内容をテーマにして音楽を通じて発信するメタリカはさすがだなと思いましたし、歌詞についても「君はよくやった、希望という命綱を決して諦めちゃいけない」とあり、勇気づけれる歌詞で、メタリカにそう言われたら頑張るしかないでしょうとファンならきっと思いますよね。パワフルでガッツあふれるサウンドで、この曲はすごく良い楽曲だなと思いました。音楽を聴いて勇気づけられる、明日も生きようと思えることは素晴らしいことですし、こういった曲を作れるメタリカは偉大だなと感じます。続いて最近公開されたタイトルナンバーの72シーズンズ。まず何も考えずに一発目聞いた時の感想としては、めちゃくちゃかっこいい、本当にこの一言なんですよね。5分から一気に疾走していくんですが、個
これぞメタリカという展開で、そこから良い感じのメロディーに変わり、カークのギターサウンドに酔いしれた後、最後は綺麗に締めくくるといったタイトルナンバーにふさわしい最高の一曲に仕上がっていると私は感じました。そこから2回、3回と何回も聴いた感想は、曲が開始された瞬間のリフが脳汁あふれるくらいたまらなくかっこいいのと、人々の怒りを糧に拒否され深い心の傷として残るスラッシュメタルらしい怒りと心の傷をぶつける歌詞で、トラウマを抱えた少年の18年が終わりを告げ、この曲は幕を下ろすのですが、メタリカらしい歌詞で、この曲もすごく良かったです。先行公開された曲を聴く限り、4月14日にリリースされる新譜は、エネルギッシュあふれるパワーに満ちたアルバムだなと感じました。決して、生きることを諦めるな、希望の道を捨てるな、暗い感情は、みんなで分かち合おう、決して一人ではないんだ。そういったことが、曲を聴いていて感じましたし、やはり、メタリカの歌詞は心に刺さります。私自身、音楽のジャンルの中でスラッシュメタルが一番好きで、その中でも特に初期メタリカが大好きなのですが、先行公開された曲はどの曲も聴いていて思わず笑みがあふれました。今回リリースされるメタリカの新譜は素晴らしい作品になるかと私は思いますし、多くの人がそう感じているかと思います。ぜひ皆さんも新譜がリリースされるまでに一度今回紹介させていただいた楽曲を聴いてみてはいかがでしょうか。もし、もう聴いたよ、という方は、コメントで感想を聞かせてください。クリフキのメタリカしか認めない私ではありますが、やはり、メタリカはスラッシュメタルの頂点だなと思わせられる内容でしたし、メタリカが偉大なバンドだということを再認識させられます。ほんと、メタリカの新譜が楽しみで仕方ないですね。さて、今回はメタリカの新譜をテーマに話してみました。まだ先行公開の曲しか聴いていないので何とも言えませんが、今のところ期待でしかないですし、アルバムのコンセプトや歌詞がいいですよね。4月14日を楽しみに待ちましょう。視聴者さんのリクエストでこういった内容をテーマに話してほしいなどがありましたら、ぜひコメントで教えてください。それでは、皆さん、良いメタルライフを。